京ね、全然。まして、大本京っていうのは、その青年層を信頼してたわけね。何かって、うん、その、今回のことを、端的に、的確に言ってた。それは土押せよ、のことね。何のこと、発酵食品食べなさいよってことや。発酵食品嫌がったら死にますって、あんた。死にたいんやったらどうぞやけどって。俺たち命やぞ。人間かって、代謝してんねんな。お腹の中で発酵させてんねん。で、それ、発酵せえへんかったら、要するに、代謝せえへんかったら、酵母が代謝してくれてんの。もう腸の中で、例えばな、っていう。それは停止するんじゃないけど、補充したらなあかんの。発酵食品食べる。補充したらなかったら、ガランド、客のいないレストランになる、腸が。よく食べ物食べても、消化できなくなる。ピロリ菌に関する話も、これと松尾の話やねんね。ピロリ菌だけしか殺さんわけちゃうの。それよりピロリ菌が居づらくなるようなレストランにしたらいいねん、腸、本当は。さて、ほんだら、結局、土を押せよってことは発酵食品です。土ってなんで土なんで、うん、五行の土って発酵を表すの。これがフリーメイソン五行理論な。じゃあ、五行って何なんですかって。まあ、ミネラルやビタミンなどの旅。まあ、まあ、はっきり言ってイオンの旅って言うべきね。金属イオンの旅みたいな話でもある。例えば、水は、電解水や。イオン水。細胞の活動ってなってる。でも、発酵は土やけど、金は結晶や。だから金属イオンの話。じゃあ、火はって化学反応。まさに代謝の活動のことやけど、その代謝とか、じゃあ金、はっきり言って金の話。まあ言ってしまえば。金ってその金は金の金なんですけど、どういったようなバクテリアの話だし、じゃあ、岩石とかの話はどっちかと次第よ。だから惑星の成り立ちの話でもあるね。最初の次第の原理で惑星ができた、地球ができた。で、土ができる。表面が土になり始めた。代謝が始まったから、表面が。そして、金が岩石地球を代謝し始めて、岩石を代謝する金がおったってことが最初。あるいは、その岩石がボロボロになっていったら、砂になるわけやけどね。でしょ？実は、土っていうのは砂と粉の粉末が混ざってるのもんでしょ？で、腐葉土っていうのは落ち葉の腐っていく途中の代謝中の、バクテリアが落ち葉を代謝中の状態を腐葉土って。要するに、天使から見たら地球って今の地球はうんこやな、表面。うんこの塊に見えるような、中岩石。だから燃えてるの表面は、まあ、岩石の中央が燃えてるから岩石の動く岩石その上に土が乗ってる表面こちらな天使からうんこの塊に天使降りてきたうんこの石が降ってくるうんこ食いたいわけだ天使から来たらうちはうんこの石が見えた動くうんこやね実は。最近、うんこのイラスト流行ってるからね。そこまでの含みある可能性あんで、あんなの四角に、あ、四角にもとっては、四角にもな、ともしれんぞ、言うて。ね。で、つまり、五行惑星なんです、今の地球は。最初は四大惑星だったでしょうけどって話ね。でしょ？で、じゃあ、五行惑星続けたければ、土を背負え。発酵食。もう漬物店に入らんかったら、あるいはハムも発酵食品ね。生ハム付きが。その、あれが入ってるから、添加物が。な、市販のもの、普通が入ってるから。自分で漬けたら、漬物の残り汁に豚肉放り込んどいてしまうよから。な、塩豚とかの作り方と一緒ですから。味が漬物っぽいだけ。日本人向きなんです。漬物の残り汁の方がいい。美味しいよ。漬けすぎたら、すごい、猛然と。天神とかね。それ、うわ、ここが。うっさと思ったら、湯がいた。焼いた。食べれる味に戻るから。な？で、それなかったらもう落ち葉でも食って、なんとかなるから。っていう話や。で、別に、そんな話言ってた。うんこ。うんこ。他の生き物。まあ、そう、まあ、バクテリア確保したかったら、うんこも
カクテル供給源ですか。ただ、自分の、例えば、自分が病気の時のうんこ、バクテリアヘルカルで食べた、風邪くれたら。自分が病気じゃない時のうんこやったらね、それ理想的な自分にとってのバクテリアが排出されてる。